ハイライトで振り返ってみたいと思います。先発の大場ですが、1回の表にワンアウトランナー3塁2塁で中島は打ち取ったんですが、問題はカーター。ここも2ストライク取ってたんですがね。本当、ね、逆球いってしまいましたよね。その裏の石井なんですが、ワンアウトランナー2塁、こちらの方もコントロールが乱れていました。レフトライナーいい当たり、ペニアはセカンドゴロ。なんとか1回をしのいで、さて2回の表ワンアウトランナー2塁で星秀和のタイムリーで、これで3対0となります。大場が1回2回に点を失うんです。そして4回になってようやく三者凡退に大場がして、リズムが少し取れましたソフトバンクです。でその裏、マスロの弾丸ライナーのような形の第7号のソロホームラン、これで2点差に追い上げて、さあこれからというところなんですが、今日は4盗塁ですか。ですね。でこのピッチャーゴロで打ち取ったかに見えた大場が一塁悪送球して、ニルからヘルマンが帰ってきます。そしてピッチャーを5回でスパッと諦めた渡辺監督ですが、6回の裏、これでランナーが3塁まで行きます。ただその後国防、さらに長谷川凡退して点が取れません。西武はピッチャー戸上を持ってきて、ソフトバンクの方もピッチャー上内、ここは三者凡退に抑えます。7回の表で7回の裏ですが、ツーアウト満塁というチャンスで4番のペーニア、ピッチャーが岡本敦に代わっていますが、三遊間を破ってこれで4対3、1点差になるんです。なおも2塁1塁で内川期待かかりましたが、サードゴロ。そして西武もなんとか追加点が欲しい8回の表、ワンアウトランナー3塁1塁でここで浅村のところでスクイズ、構えがちょっと早かったですかね。かもしれないですね。これでピンチをしのぎます。浅村は結局三振に終わりました。で8回の裏、ワンアウトランナー三塁一塁で高谷三振、明石ショートゴロ、チャンスを同点のチャンスを生かせません。9回涌井に対して先頭バッターの本田がヒットで出たんですが、その後追加、結局クリーンナップが打ち取られて4対3、西武が1点差逃げ切りました。石井が7勝目を記録しています。ゲームの展開としては西武が先手先手を取って、何回も話に出ますが、結果的に見るとやっぱり5回の表の1点ですね。ですね。せっかく松田選手がねホームランを打って、ね、これからっていう時に、では大場投手が抑えてるにもかかわらず自分のミスで1点与えてしまった、はい、まあそこがちょっとこのね戦いを見ると痛い痛い1点だったのかなと思いますよね。